えー、今回はですね、まあのー、現代護身術がなぜ大きな苦難の時に、まあ、役に立たないかってことなんですけども、まあ、要はね基礎ととなるものが全く違うってことですね要は現代護身術は、まあ、例えば胸ぐらをつかまれたらどうするかとかですね、まあ、腕をつかまれたり、まあ、首を絞められたりした時どうするか、まあ、それに対して、まあ、どう対処したらいいか。 まあ要は最終的には逃げることが目標ですね。まあ、逃げることがとにかく目標であると、それがまあ現代護身術です。ただ、どうしてじゃあ、その現代語真実が大きな苦難の時に通用しないかってことは、まあ、もう常連さんのことはわかると思います。けども、結局ね土台となるものが違うんですね。要は逃げて警察に通報する。また助けを求めるっていうのがまあ法治国家における。まあ、現代語真実です。ですけど。 大きな苦難の時は、もう完全に無法地帯です。そうなった時に、まあ、警察も機能してません。だから、助けを求めようにも、まあ、助けを求めることができないと。だから、もう、仮にですね。まあ、逃げながら大声を出しても、まあ、助からない可能性もありますね。上等にあります。ですから、外に出れないということですね。まあ、そうなった時に、ドライとなっているものが全く違うんで、やっぱり大きな苦難に向けては、五つのことをね。 やるしかないんです。もうこれしかないんです。もう現代号真実が大きな苦難の時に通用すると考えていたらアウトです。ですからまあサイレスプレーとかもう確かに効果はありますから一時はねいいんですけども大きな苦難の主流武器は刃物です。で放置放置国家ではなくてまあ無法地帯の中でまあ動かなければならないとそうなった時にやはり高次元を味方につけてなければ。 まあもう全く話にならないということですね。だからこの現代ご真実とまあこの大きな苦難に向けるご真実っていうのはまあ前から言ってますけども全く異質なものってあるということですね。もう全く異質です。ですからあのおとぎ話と考えてしまっている方はやっぱりね現代ご真実の方にまあ目が行ってしまってまあ大きな苦難に対するご真実は、まあ、全く行わないということなんですね。ここがちょっとねやっぱり落とし穴で。 現代ご真実が完璧にできているから大丈夫だともし考えているんでしたらもう全くねお話にならないです。とにかく大きな苦難におけるまあご真実はとにかく5つのことを実践してまあ高次元を味方につけるもうこれしかないんですね。ですからまあもう常連さんの方はねもう何回も自分は説明していますからもう分かっていただけると思いますけどもまあ、そういったことをねまた再度この場で言っておきたいと思います。 あのまあ、大きな苦難がねかなり近づいている中でやはりその大ききななな苦難に向けけての真実をやらなきゃいけないってことこですだから現代後進術はそれはね現代後進術は現代後進術で、まあ、自分も後進術について考える動画を今まで上げてましたから非常にね有効というのは分かるんですけどもそれはまあ法治国家が土台としてあって初めて成り立つことなんで。 あのこの点をねちょっと勘違いしないでいただきたいと思いますねとにかく今すべきことは5つのことです5つのことを実践して選別者になるまた一番いいのは最強のご真実はまあ牧者になることですまあその点をねあの改めてもう一度この場で言っておきたいと思いますですから是非5つのことをね気づきなられた方は5つのことを実践してくださいこの点をね本当にによろしくお願いいたしますえ今回は以上ですありがとうございました